吉田さん、あなただからできたんでしょっていうふうなことをね、今日は家族に例えようと思います。久保さんだから大和くんという子供ができたんでしょ。でしょ、その通りでしょ。他の家庭には大和くんって生まれないんですよ。だから久保さんだからできたんでしょ大和くんはって言ったら、その通りなんですよね。ですんで私も聞きたい、あなただからできたんでしょと、もしくはあなただからできなかったんでしょ、両方言えますよね。だからそれを何に当てはめるかなんですよ。私は確かにね、麻雀店の赤字の麻雀店からネットビジネスで一山当てて、返済して納税して一戸建てを一発で買いましたよ。で1年でガラッと生活変わりました。で今大和くんという子供もできました。私が高齢だったんで、男性不妊の治療を、まあ2年近く、1年半から2年ぐらい受けてね、それで授かったんですよ。で、お金が必要でした。その、帝王切開ってないや、なんだっけ、不妊治療にはね。で、長い入院期間も奥さんにしてもらったし、基本的に2人とも働かない状況だから、落ち着いてゆっくりできたと思います。病院に行くたんびに、午前中病院に行って、診察が終わって、処置が終わったら、午後は、精神的なね、メンタルを整えるためにいつもデートしてました。で、まあインドネシア行ってみたりとかね、それから北海道行ってみたりとか、九州行ってみたりとか、本当に楽しくグルメしたりとかね、そういう形で、まずお父さんお母さんが幸せに暮らすことが、生まれてきた子供が幸せになることだと思ったんですよね。まあ、ですんで、私は本当にラッキーだったと思います。ネットビジネスでそういう環境が手に入ったところに、こういうふうなね、不妊治療もできたし、出産に落ち着いて立ち会うこともできたし、不妊治療っていうのはね、いきなり明日の何時から病院の方に来てくださいっていうのがよくあるんですよ。通常勤務でしたら、なかなか行けない、プラスお父さんはなかなかね行けないし、行ったとしたら仕事に穴開きますよね。まあ、ですんで、不妊治療と20代30代もしくは40代ですかね、そういった日常生活っていうのはなかなか噛み合わなくって断念する方がいると思うんですよ。で、精神的なきつさもありますしね、まあだからそういうのをもろもろ私は解決できたと思います。ですから今生まれてきた子がね、とっても可愛いなと思うんですよ。そういうのも込みで久保さんだからできたんでしょって言われたら、私はそういうのを覚悟してたんで、20代30代でね、家庭が考えられなかったんで、かなりハンデを負った47歳のこういった不妊治療に挑むしかなかったんですよ。だから覚悟しましたよね。時間をたらふく持つこと、お金をしっかりと確保することで、精神的なゆとりを私も持つし、奥さんにも持たせること、周りの人に理解していただくこと、全て全てやってきました。その上で FX の勉強したりね、速稼塾の配信を怠らなかったりしたわけですよ。だから確かに久保さんだからできたんでしょとは言われますけども、私では久保哲郎という人間だからやすやすできたわけではありません。本当、針の目を抜くようにね、運にも助けられながら、多くの人に手伝ってもらいながら、今日という日を過ごしてます。ですんで、全然ね、図に乗ることはないですね。で、逆に、久保さんだからできたんでしょって方に、諦めてほしくない。あなただからできることは確かにあると。だからそれを見つめてほしいんですよね。自分にしかできないことって必ずあります。地球上で自分の代わりができる人って誰もいないんですよ。そこをね、やっぱり思い出してほしいです。ビジネスの場でも、プライベートの場でも。同じです。代わりっていないんですよ。なんか誰でもできるようなことをしてるから誰でもできるような人間になってしまうんですよ。そうではない、自分だけにしかできないことをしっかりと見ていきましょう。本当にそれだけはね、伝えていきたいなと思います。そしてもう一つ伝えたいことがあります。私のところにね、今日も相談があったんですけども、インスタグラムで可愛い女の子の写真がね、よくアップされて、そこでは豪華なランチをしたり、それからお金を稼いでるところとかね、高級バッグとか高級車が20代の女の子がやすやすと手に入れてるような図があって、すごく興味を引くと。で、いろいろと聞いてみたら、バイナリーオプションっていうので儲かってるんだと言うんですよ。で、あ、高額塾の販売が来るのかなと思ったら、無料で教えてあげますよっていうふうに来るわけなんですよね。で、久保さんこれどう思いますかってことなんですよ。で、私はまあ一発でね、それは昔から典型的にあるやつなんで、乗っても時間の無駄だよと。時間の無駄ばかりか、いつの間にかセールスが来るよと。必ず、例えば無料で教えるけども、こっから有料ねとか、無料で教えるけどもこのツールが必要だからこれを買ってねみたいなことになるんですよ。少なくとも、あなたは
あのね、私に相談してくださった方に言ったんですけども、あなたはアフィリエイトリンクを踏んで、その女性とされる方にね、本当は男性だと思いますけども、あの1万円とか2万円稼がせる羽目になるよと。まあそれは別に悪くないと思いますけども、単なる駒として使われてね、終わるんだということなんですよ。だからそうではなくって、あのバイナリーオプションごとき今無料の動画いくらでも出てるんで、そっちから学べばいいんですよ。それこそ本当に0円なんで。でそういうの気づかずにね、なぜかインスタグラムで来た知らないような人の話に乗って、しかも私に相談までしてくると、本当にどこまでね、あのビジネスのことを甘く見てるんだと、最後は叱りに入ったんですけども、多分吉谷さんも同じように感じてると思うんですよ、こういうこと。あのね、週に1回ぐらいこういうご相談があって、もう叱り飛ばすんですよ、そのたびにね。あのバイナリーオプションはバイナリーオプションでいいけども、勝ってる人はいるかもしれないけども、でもね、あのそんなことを言う前に第一歩は FX でしょと。 FX を理解せずにバイナリーオプションが勝てるのか勝てないのか見分けられないでしょってことなんですよ。はっきり言って FX をそこそこマスターした私から言えば、バイナリーオプションは隅から隅までインチキです。勝ってる人はどっかにいます。でもそのどっかにいる人がいきなりインスタグラムを通じてね、見ず知らずのあなたのところにそんなね、おせっかいにも連絡してこないですよ。なぜかね、自分だけが特別な人間だと思うから、あ、自分はこういう人との縁ができちゃったんだ、あ、自分にこの人はメッセージわざわざくださったんだ、選ばれたんだって思っちゃうでしょ。もう完全にね、もう詐欺られてるわけですよ。それだけでも詐欺られてるんですよ。見抜けないわけなんですよね、本物と偽物が。だって本物と偽物が見抜けない人にしかそんなメッセージ来ないんですよ。私のところにそんなメッセージが来たらね、一発でぶっ倒されるか、もしくは逆セールス受けてその人がお金を払う羽目になるかですよね。私はね、そうやって無礼なセールスをかけてくる方に容赦ないんで、必ず速稼塾買わせますからねまあそんなことをね、ちょっとブラックな私も目を見せてしまいましたけども、これも吉谷さんと同じ見解になると思いますけども、昔からあるんですよ。いきなりアカウント、知らないアカウントからメッセージが来て、可愛い女の子で札びら見せつけたりね、金銀財宝見せつけたりして、こんな暮らしに憧れませんか、毎日自由を満喫してます、イエーイ、で問い合わせてみたら、これを買ってください、このコンサル受けてくださいで、30万50万でしょ。これ昔からあるんですよ。でそのアカウントが半年後にどうなってるかってことは消えてますからね、うん、私のところにセールスに来た方のもいるんですよ。それは3年ぐらい前ですけども、で全て録画しました。でやり取りしていくと、私のことをね、まあ、知らない方だと思うんですけども、アフィリエイトの教材なんですって言うんですよ。いやー、私に向かってアフィリエイトの教材を売ってくるとはね、大したもんだなと思ったんで、アフィリエイトの話をしっかりさせてもらったんですよ。全然分かってなかった、大切な人はね、で冷やかしならもう切りますよって言われました。怒られました。冷やかしどころかね、教えてやっとんじゃうよって話ですけどね。でその模様を動画に撮ったんですけども、公開はかわいそうなんでしてません。その方も3ヶ月ぐらいしたら消えてきましたね。で今立ち上がったアカウントって、多分ね3ヶ月前には ないアカウントですよもしくは誰かのアカウントを買って昔からあるように仕組んでるアカウントです。これ古典的な技なんですよ。だからこういうのが古典的だっていうふうなことがね、分からない段階でもうね、ネットビジネスの初心者どころかまだね、あの入り口にも立ってないわけなんですよ。だからやっぱりまずは基本的にアフィリエイトって何なのかとかね、セールスや集客はどういう人を狙うのかってことを考えてみたら、あ、集客の相手俺だみたいに気づくんですよ。好きだらけのプロフィール、それから検索にかかりやすいね、記事を書いているとかね、ん、面白いのとか、かわいいねで、まあ、総じて言えばね、1年後にその人がまだやってれば話聞いてもいいんじゃないですか。1年後、2年後かね。で別にもうセールスがね、今月中に申し込まないとコンサルを打ち切りますとかね、なんか来月までの募集ですとかね言うんだったら、別にそれでいいじゃないですか。そんな短期間でね、人のことなんて見抜けないですよ。だから少なくとも勝ってると言うんだったら、そのアカウントを閉じないはずなんですよ。それこそ子供と一緒です。すくすくと育って、毎日その投稿がね、生き生きとしたものだったら、わざわざアカウント潰して他のアカウントを作るわけないんですよ。そのアカウントをずっと大事にして、その集客力と販売力のあるアカウントを削除するわけないんで、そのアカウント、セールスが来たアカウントは5年とか10年とかやってるはずだし、やるはずなんですよ。でもそんな例は全くないですよね。でこういうことがね、スラ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 と発想の中で出てこない段階ではセールスを受けるべきではないと私は思います ね。ちょっとね、はっきりした言い方になると思いますけども、億万長者になるためには30万50万を途中で失ってはいけないんですよ。もう絶対にね、売り上げて使わずに、売り上げて使わずに繰り返していくんですよ。もしくはどうしても使ってしまったら、その時は取り戻す手段ね、逆転する手段持っとかないといけないです。ある人がマトリックスアフィリエイトっていうのに騙されて100万ぐらい行かれたんですよ。でも
その翌月にはもう200万売ってますからね、それをバネにして。マトリックスアフィリエイトってそれからそのネタをずっと使って楽しく過ごしてるわけですよ、その人はね。えこのぐらいの根性はなければダメですよね、スタインさんね。ということでね、大和くんと一緒に放送しましたけども、うん、一つはね、なんて言いますかね、大和くんね、あなただからできたんでしょ。そう、私だからこの子はできたんです。どの家庭にも大和くん生まれませんからね。私には私だけの息子、私には私だけの家族、私には私だけのビジネスがあるんですよ。で、もう一つは子供のように大切に育ってきたアカウントを捨てるわけないんですよ。その子供が可愛ければ、きちんとできてればね。で、そのアカウントに結果が出なければすぐアカウント閉じます。発信もしなくなります。それが答えですよ。うまくいってるアカウントは誰も消しません。どんどんどん育てます。うまくいってないアカウントは金だけ持ってさっと消えます。これが詐欺の手口ですね。捨てアカウントってやつですよね。まさに捨てられないようにしてほしいなと思いますね。捨て子と一緒です、そんなの捨てら。あら、拍手拍手。なんだろうね。じゃあ、いってらっしゃい。